皆さんこんにちは、梅沢田です。ナンズキロックです。よろしくお願いします。よいしょ。はい、三重県旧市町村完全制覇ドライブ旅、今回は渡来町。渡来町何郡？渡来町北室郡多分違うと思う知らんけど、あのさ、来て思ったんやけどさ、渡来町って人口多分5000人とかそこらしかおらんのですよ、でも見て、役所なんやけどさ、どえらい立派やで。めっちゃ立派やねんな。で、ここだけじゃないねん、こっちにもほらなんかいろんな施設がくっついてるというか、一挙にあんねんな。すごいよな、まとまっとる。で、この渡来町なんですが、平成の大合併をしておりません。ほう。なのでおそらく昭和30年ぐらいから、この渡来町なんですよ。ほうほうほう。その渡来町、今回は回っていきたいと思います。だから回りやすいよ。旧市町村分かれてなかったら、ここまでっていう看板出してくれるから。確かにな、境があるもんな。そう、その境になるまでこうぐるぐる回っていこうではないかと。でも渡来ってさ、来えへんやんか。けん。インターも取ってないやんか、だからほんまにこうどんな感じなんやろうと。来たことないんちゃうかな。来たことないよなだからさ、名所、名所を探そうや。ほうほう。なんとか、こう渡来といえばこれやでっていうやつ、なんとかそれを探しながら回っていきましょう。じゃあ早速行きましょう。よしよし。さて、じゃあ役所を出ていこうかという話なんだが、右かな。市街地がこのように右に広がってるから、まず右に出てみるか。でさ、渡来って渡来茶っていうのがさ、聞いたことあんねんけどさ、作ってる品種は伊勢茶なんやけど、それの渡来で作ってるのだけ渡来茶っていう名前がついてるらしいんやって。へー。だからさ、やっぱそれはブランドなんじゃない？まあまあまあ、そこで作ってるってことやもんな。な、だからさ、渡来茶ソフトみたいなやつがさ、やっぱりワングルメになってくるんじゃない？はあ、いらんな。だからさ、実験やって。渡来茶ぐらい有名なブランドであれば黄身も食えるのかと。やっぱそれは美味しいもん食べたことないからだよなわけやんか。それちょっと探しながら走ろうや。名所と渡来茶、でもな、やっぱりな、見た目がな、周りも完全なる住宅地やね。普通に住宅地やな。なんかもうほんまになんていうのな、造成された住宅地みたいな感じやんな。だから県道38と65がメインかな。そうやな。左行く？とりあえず行ってみる？ああ、有名やんか。大川内ステンレス工房あるやんか。あの世界的ブランドの。聞いたことない中華料理の店ってあるよな。完全にやってないけど。やってないな。ほんまにでも名所知らんよな。知らん、何も知らん。なんかあるかな。でも JA の伊勢本店ここなんやな。本店なんや。お、これワン名所やね。薬の青木どこにでもある。なんかでも山あいやからさ、やっぱこう名産っていうのは分かりにくいよな。そうやな。海側やったらなんとでも海鮮って言ってしまえばいいわけやけど、でもその中で渡来茶っていうはっきりしたもんがあるのは、お、なんかあるで。あー違うか、物産展かと思ったら内祝いとか書いてあるわ。サラダ館や。日本中にあるわ。え、日本中にあるよな。あるある。三重県だけのもんじゃないよなあれ周り見てやっぱこの辺田んぼじゃないんやな。茶畑やな。茶畑やな、これ茶畑やな。おー、ほんまにお茶なんや。どこまでなんやろな、渡来。わからん。でもこう言ってくとな、伊勢とか行っちゃいそうやもんな。そうやな、気抜くとな、どこに行ってるかわからへんから。でもやっぱり人口の割にさ、お店もいっぱいあるやんか、発展してんにゃな。すごいな、ずっと家あるんやな。そうやな、住宅地はずっと続いてるな。のお茶屋さん探さなな。お、ちょっと住宅街を抜けたか。こうなるとこう田んぼなんやな。農場も結構広いんや。メリハリがしっかりしてるな。お、あそこ広告募集してんで。いくらやろうなこれ。ピンソロ貼っつけたろうや、マジで。こんなとこに貼っつけたって。いや、でもどっちがいい？じゃあめっちゃ目立つところ、名張駅に貼っつけるか、ここに貼っつけるか。名張駅はしんどいわ。せやろ？あれって言われるで。あの看板の人じゃん。君なんか特に分かりやすい見た目してるんやから。そうやで。これもうそろそろ渡来の橋には出そうやな。そうやな。玉木入った。玉木入ったな。ごめん、取れてなかったけど玉木入ったわ。これが横抜けなんや。じゃあ次縦走ろうや。縦。せやな。U ターンできるやろここ。はい、引き返してさっき出たから今からもう一回渡来に入りますよ。ひらがなのわやな。頂上が。じゃあどうする、どっかで川の向こう側、22のあたりの方に行く。ほんまに1回ぐらいは車から降りたいぞ。そうねこのまま回ってたら車から降りひんぞ我々は。完全に山やからな。山あいの町って感じやな、これは。とりあえずまっすぐ行ってみるか。
まっすぐ行く？うん、まっすぐ行った側の渡来の先っちょまで行って、で次は川渡っての端から端まで行ってみるか。看板によると大気町に入るっぽいけど。そうやな、大気町に向かってったら何もなさそうやけどな。物産展みたいなのないんかな。グルメは言うてそういうとこやろ。なんかここになんか盛大な渡来ギフトショップみたいなのないやろうからさ。渡来道の駅もないからな。そうやね、なんか物産展みたいなのないんかな。物産展といえば売ってるやろ、ソフトクリームは。まあ、なんかあるやろな。な、でもこういうとこでもやっぱりマンションはあるもんなんやな。そうやな。でもこういうとこ住むなら絶対一軒家建てるけどな。そうね、ここでマンションに住む意味は何っていうか。そうやね、これ気になんねんな。南伊勢高校渡来校舎なんやで。ってことは南伊勢高校は南伊勢にあるにもかかわらず渡来に校舎をさ作ってんねやんな。そんな人数おる？わからん。私立公立？いえ県立って書いてんね。県立やのに。じゃあ別の高校にしいな。え、これってもしかしたらタブーの発言やった今。可能性はあるな。なんかできひん事情でもあんのかな。はい、さっきの渡来町役場の道に戻ってきましたよ。でここ行ったらまっすぐ行って、まっすぐの方の端っこ行くか、うん、あのさ、やっぱりこの少子高齢化、あ、成長がある。お、成長はどれ目の前。あ、これか、広宮。なんか売ってるわけじゃないんかな。あ、これは販売もしてるんやな。やそうではあるな。やってはいるな。まあほんまに何も見つからなかったらあそこでお茶買おうか。お茶っぱ食べよう。お茶っぱ食うもんではないな。なんか生の茶っぱってなんかサラダとかにできんのかな。あるっちゃあるんじゃないかな。なんかちょっと食べてみたいな、そういうのあったら。お、なんかすごいの出てきた。なんだあれ、渡来ソーラーパーク。渡来ソーラーパークやと。大規模発電やな、これや。こっち側はあんまり発展はしてないんやな。うん、道って感じやな。大気町との連絡道なのかな。ちらほら家はあるんやけど、なんか新興住宅みたいな感じがないな。うん、ここはずっとこんな感じかな。おー、でも家族見てみろ、ネオジオある。ネオジオ、もうゲーム機売ってんじゃんか。あのバカ高い弁当箱みたいなソフトの、すぐ電池なくなるやつ。ネオジオポケット。おう。地図やとここないけどな、ネオジオ。ネオジオはなんやっていう。ネオジオなんなんや、姿つったら見せてくれへんの。ネオジオ隠れとんな。隠れとんな。またあれじゃない、今度はあのバスタブぐらいのゲーム機作ってんじゃん。いや、しかしこの辺はお店もないな。ないね。ということは何か名所があるんじゃないか、神社的な。なんかあってもええねんけどな。そうな、スコって抜けてるもん。見事に何ってないねんな。奥まで抜けてるで、この辺は。でこの何もない方がめっちゃ長いな。うん、多分こっち側何もないな、多分。なさそうやな。端っこまでとりあえず行くか。なんかあったら回そうじゃん。お、茶畑。この辺があれなんかな、農場なんかな。でもここ以外そんなに大きなとこ見てないよな。そうやな、ちっちゃい茶畑はいっぱいあんねんけどな、ドカッとはない感じやな。ってことは渡来茶ってものすごいあれなんじゃない、希少価値高いんじゃない。っていうかお茶畑ってこんな山あいのあんま日当たらなそうなところで作れるもんな、まあ、日当たりがいいところで作るもんちゃうな。どうなんやろな、お茶って日当たりいるんかな。まあ玉露とかは日を当てないような育てるんやろな。黒いビニールシートかけて。でもそういうわけでもなかったやんか。確かに完全に路地で作ってたやん、うん、これこっち行っても多分ないな。これさ、橋渡ってさ、うん、宮川渡った向こう側の渡来町見てみるか。はいはいはい。でも38号はこれ曲がってるね。皆さん、これが宮川ですよ。幅広いな。俺んちの玄関よりちょっと広いぐらいやな。お前んちの玄関広すぎるやろ。だって俺んちの玄関端から端まで走ったら12秒かかるんや。いや、めっちゃかかるな。でもこっちにも家はあるけど、こっちは田んぼなんやな。そうやな、普通に田んぼやな。茶畑じゃないな。こっちの方が日当たりそうやけどな。やっぱあんま日に当てたらいかんのかな、茶畑って。でこっち側に行くともう完全に山やなんやな。住宅もない感じやぞ。そうね、川沿いに行かないかんのかな。やっぱり川沿いっちゃ川沿いなんやね、これ。一応あるちゃあるけどやな。ただ家があるだけやな。ほらは茶と林業なんやかな。なんか逆に大きい道しかないからさ、うん、回り方にこうアレンジを加えられへんな。確かにな。なんか今までとなんか見てる皆さんわからんかもしれへんけど、なんか回ってる側としてはちょっと感覚がちょっと今回違うねん。なんかただただある道走ってるみたいな。そうそうそう、この道しかないねんっていう。
だから流れに身を任せてる感じがすごいするんや、うん、アレンジのしようがない、うん、こっち行ってみるとかないもんな。でこの横にちょろちょろ出てくる小道は完全にこの能動的な団地に入っていく道みたいな感じやからさ、行ったところで帰ってくるだけやねんな、うん、でもこの広いところはやっぱ田んぼにしちゃって茶畑じゃないんやもんな。そうやな、そう考えるとやっぱお茶って一大産業ではないんか。おお、ガンス君大気町あるぞ。川渡ったら大気町か。じゃあまた戻ろうか。そうやな、この動画よく戻っているが、じゃあさ、その宮川沿い側走ってみようや。うんうんうん、引っかしてきたけどここの抜けはすごいけどな。そうやな、ずわ全部農地やな。全部農地やね。でもさすがにさ、こんだけの農地持ってたら専業なんかな。そうやろうな、奥に茶畑は一応ちらほらあるよ。そうやな、でもまあメインは米やろ。メインは米やな。あの有名な特 A 級を取ったという渡来米っていう、渡来米っていうのがあるからさ誰なんかキングオブファイターズに似たようなキャラが出てたとか出てないとか知らんのよ。よし、じゃあここまで戻ってきたから次右行ってみようや。この正面がな宮川やね。これ宮川やから、こっちを右に行くと宮川渡った方のさっきの市街地の方、うん、に行けるから、そっちやな。なんかあってくれ、万名所。農道なんかなこれ。そんな感じやな。なあ、電気柵あるしな。君が米をついばんでいくからつけたって、もっぱらの噂の町議会で揉めたらしいからな。人権侵害じゃないのかってうわあ、こっち側は卑怯やな。道の作りが全然違うな。うん、やっぱ役所側を優先しとんやな。まあ当たり前っちゃ当たり前の話じゃないけど、まあそらそうやろっちゃ話やわな。おお、なかなかの道を生かしてくるな。うん、宮川がチラ見えしとるけど、いやー、しかしこんなに道が変わるとは。その荒れてるわけではないんやけど、ただの道路やな。うん、何のために作ったんやろうっていう、うん、ようわからん。まっすぐ抜けばいいのにな。それとは別に通すなんか理由があるはずやもんな。こういうところに道路があるってことは。本当だからすごいテーマパークとかあるはずなんや。めっちゃ出るパチンコ屋とかあるかもしれない。行こう。いや、ここでパチンコやったら行こうか多分そこは多分めっちゃ出るからおそらくこんな道わざわざ作ってまで行くところなんやから。もうちょっと開けてきたか。ちょっとちらほらと家がまた出てきたな、こっち側とか。なんかないんか、ほんまにな。なんかありそうだけどな。あ、でも大通りやぞ。22号線が出てきたから、ほうほうほう、この沿いの宮川の最初に行った方の向こう側、うん、やったらあるんちゃう。これだから一旦右行って、で22号線を左に曲がればなんかあるんちゃうか。さあ、これが22号線や。川沿いになんかあるやろ。というかあってくれ。いや、走りやすい道やな。めっちゃ回送路なんやな。走りやすい道でしかないな。んでな、これ左宮川なんやけどな、もう見事にな、隠しよう。なんでこんなこと見えへんよな、これ。見せてくれへんやろな。スカッと横走りたいんやけどな。皆さんも見たいでしょ、宮川。待て、伊勢市入ってしまった。伊勢市入ってしまった。え、もうこっから伊勢市なんや。へー。え、なんか探そうや、マジで。マジでやな。こっからは、もうなんか、3回も市境をまたいでしまったら、ちょっといよいよやな。ちょっといよいよやから、ちょっとなんかその、街中を走るっていうのは一旦頭から外して、探そう。川を渡るか。そうやな。戻るか、一回な。で、そこ中心ちょっといろいろ探す体で走ろうや。はい、ということで、3回目の渡来入町。お、誠のうどんってあるぞ。やってないな。やってないな。なんでやってないねや。なんでや、毎回毎回。お、プールパークってあるやん。プールパーク、なんかこれ有名なとこらしいで。へぇ。なんかウォータースライダーとかもあって、玉木の人がよく行くらしいんやけど、はあはあ、玉木の方が人口も多いんやからさ。玉木に作れよって。そうやね。あ、戻ってきたわ。もう中華料理屋のとこやったんや。ああ、28食堂のとこな、ここかな。じゃあ、坂本さん、これさ、うん、さっき看板で出てたさ、宮リバー渡来パーク行く？はい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 。だから結構でかいプールらしいんやって。ほう。ってことは何かあるってことやろ。まああるのはあるんやろな、そんなとこには。うん、じゃあそこをちょっと目指すか。うんうん、逆側って書いてあったけど。逆やな、帰らなあかんわけやな。また引き返すかどっかで。これやな、ニアリバー渡来パーク。ここ右で2分通ったつもりやけど、
でも書いてあるな。書いてんな。バザール渡来。バザール渡来食事やんけ。お、ほんまや。湧水プール鏡っちゅう感じな。バザール渡来なんつったらもうすごいやろ。パソコンとか売ってんやろ。バザールでござるやそれ。NEC のお店に行くでござる。バザールでござるや。どこやろな。え、ここ走らなかったっけ俺ら。この辺走ったけどな。あった？あった？あ、でもあれか。あ、でも看板あるな。ここを左か。これやこれ。ニアリバーパーク。これ入り口なのか？これが入り口なのかな？いや、第5駐車場って書いてるな。多分遠いな。多分公園やな。あ、公園あったんやな、ここな。あ、こんなん全然見つけてないけど、俺らここ走ってないんかもしれないし。こっち走ってないな、多分。めちゃくちゃ広いんやな、このパーク。お、出た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 、あったぞ。営業中。こんなん出すってことは、飯あるってことやろ。そうやな。ここ行ってみる？行くやろ、もうここしかないって、多分。念願のバザール渡来やぞ。うん。あのさ、こっちプール。プールやな、子供の声がするね。そうこれがな、プールのスライダーの後ろ姿や。渡来町はでっかいプールがあって、うん、結構玉城町とかからも人が来るらしいな。ああ、さあ、このバザール渡来。お、まさか見てみろ。アイスありますって書いてあるぞ。なんのアイスやろな。いや、それはもう渡来町アイスやろ。当然飯はあんやろな。オリーブカフェっていうのが書いてあるもんな。オリーブ有名なんかな。売り物じゃないんやこれ。あ、売り物ですが売りではありません。売りではありません。お、ボケてるな。入ろう入ろう。ブルーベリーってあるで。うん。名産なんかな。これが渡来茶やって、伊勢神宮に奉納してる。渡来茶って書いてんな。緑茶やのに白ってあるな。やっぱ有名なんやな、いっぱいあるもんな。そうなんですよ、やっぱ渡来茶有名なんやで。すごいやん。いらっちゃい渡来。まあこういうやっぱりお茶が有名なんや。そうやな、お茶推しや。お、木のうんこや。ニヤマスギっちゅうのがあるな。じゃあさ、せっかくだからこのオリーブカフェで、あるやろなんか、あるカフェなお茶を使ったなんかが、うんうんうん、よし、ここで食べていこう。よし、さあ、カフェに入ってきたけども、窓際の席やけど別に川が望めるわけではないんやな。そうやな、公園が見える。公園が、だからここであの子供たちが遊んでるの見つけ、いやいや、こけたら、こけたねお前も行け。カフェなんやけど、やっぱここパンケーキとかかな。これやろ、これこれこれ、絶対これ名物やって。ほうほうほう、渡来抹茶のパンパンケーキ、これはマスト。あと他ないかな。でもパンケーキで作った自家製ティラミスって気にならん？ちょっと気になるな。これにするか。これにするか。パンケーキで作ったってないよな。じゃあその2つ頼むか。よしよし、書きましたよ。おい、これがパンケーキティラミスだよな。俺としっかりティラミスやな。これ前座やから、スワヒリ語でレビューして。スワヒリ語何にも知らん。これパンケーキティラミスなんやな。の方パンケーキなのかな。どう、硬さは。いや、でも硬そうやぞ、ティラミス。結構硬い硬い硬い。あ、中に何か入ってる感じやな。あ、入ってる入ってる、パンケーキ。だから もはやケーキやんな、これ。ケーキやな。いただきます。濃厚。なんかドロッと出てきてんな。あ、トロッとしてる。食感がちょっとサクサクなのね。へえ。来たぞ、見てくれ。でかすぎやろ。でけえな。でかすぎやろ。1500円でこれってリーズナブルすぎ。そうやな。大人ちょっと取って取って、いくで、ちょっと揺らすで。おお、プルプルや。プルプルやで、これやばいな。これはいいね。すごいで、抹茶の匂い。それはいらんな。どうする、8割食べる。いや、頑張って食ってくれ。でも一口は食うやろ、さすがに。端っこの方な。あ、端っこの方。いや、逆逆、端っこの方。あ、もうそっちもかかってるんかよ。あのさ、気になるのがさ、これなんやろな、この八つ橋みたいなやつ。はあはあはあ、なんか間にあるな。なあ、ちょっと食べてみるわ。うん、だけど、ふわふわやぞ。ふわふわやな。なんかな、空気出てくる。パフって言ってるぞ。うわ、トロトロや。いただきます。おお、濃いな。めっちゃ抹茶濃いこれ。でもこれ、君は苦手かもしれん。マジかよ。結構な、しっかり抹茶やね。あ、なんか甘くもないもん。だから、この黒蜜がついてるな。うんうんうん。この黒蜜を、とかけて、じゃあ黒蜜つけていただいてみます。すごいぞこれ。これ1500円でめちゃくちゃ安いよな。安いと思う。いただきます。うめー。
抹茶クビなたまらんな。ちょっと食べてみ食べてみ、ちょっとだけちょっとだけ。やっかいな。いただきます。はい。ああ。そうやろ。こんな美味しいのに。濃いな。そう。多分な、普通の人には美味しいと思う。うん、そうやろ。美味しいもん。ただ、うん、普通の人が美味しいと思う抹茶っていうのは、うん、苦手。もったいないな、こんな美味しいのにな、こんなパンのにな。うん、ごちそうさまでした。食ったね。パンケーキは非常にふわふわしてて、うん、軽い、うん、ただえぐいボリュームやった。もうこんな1500もなんか500円ぐらいのなんか3分の1のサイズ。やばい量やねこれ。いやだからパンケーキ好きの方と抹茶好きの方はぜひ食べた方がいい、うん、ただもう30後半のおっさんの胸にはきつい。ものすごく胸上げしてる。というぐらいリーズナブルでございました、うん、リーズナブルかつ濃厚でございました、うん、終わるか。よし。はい、ということで渡来町、うん、回ってみましたけれども、あのさ、なこれって思ってる人いっぱいいるやろうけど、うん、ここはあのさっきのバザール、はいはい、すぐそこにあるんやけど、うん、これがなこういう感じでバカ広い公園なんやな。ここなんでか公園の中にこれがあるっていうね。でさっきこれがさっきのバザールのところでプール謎も入るときに見せたけどあるんやな、はいはい、でこっちにはステージなんかもあって下これな、だからここでステージとかやったりもするぐらいのスポットだよな。もうここが一大スポットなんやろな。だからここがもうワン名所でもあったわけや、うん、あの一挙にやってしまうとやっぱりこう動画が間延びするからさ、うん、分けてほしかったよな。確かに。でもあのスライダーすごいで、なんかイベントみたいなんでさ、うん、さあ次はこれをやっていきますよとか言ってずっと話す流れだな。なんか流れてるな。なあ、だからここやっぱりすごいとこだよな、うん、ここがワングルメかつワン名所でございました、うん、でなんでこれ置いたの。マジでわからん。なんか関係あるの。ここ君のお兄さんに聞いといて今度、なんで渡来にこれが置かれることになったのかというのはガンス君のお兄さんが今度教えてくれますから。ほら君のお兄さんあれやんか、幕僚長やんか。やばすぎやからな、それ統合幕僚長やったらしいやん。トップな。だからきっと知ってるやろうから絶対教えてくれるから、皆さんも楽しみに。ということで次回もね合併してないとこなんですよ、うん、玉城町、はいはい、曰く付きの我々の、うん、三重県の偏見地図の中で、はいはい、ハテナをつけられてしまった玉城町、はい、そんな玉城町の汚名返上というか、うん、いや玉城町はこういうものがあってこういう特徴があるよというのをね、はいはい、事細かに見せていきたいと思いますから、うん、だから次回の玉城町は玉城町のイメージを変える我々がそういうもうチャレンジをしていただきます、うん、ということで次回は他県民からすると謎に包まれた町玉城町を紹介いたします、はい、ぜひお楽しみに。はい、ということで三重県旧市町村完全制覇トラフタビ渡来町、はい、紹介させてもらいました、まあ、非常に自然豊かな場所でしたな、はいはい、自分もあの抹茶パンケーキ食べたいよと思った人はこの方がチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。本当はこの辺で失礼します。ありがとうございました。